増田元将は戦国時代から江戸時代の武将。岩見国人増田氏の第二十代当主で岩見七尾城主。毛利氏の重臣。父は増田ダ富士健母は石筒よりの娘。妻は吉川元春の娘。小二高県、慶、将、内、清治の、治慶。父が毛利氏に従属した後の永六元年に生まれる。 永禄十一年、毛利元成を、烏星親として減伏する。天正六年の光月城の戦いに、吉川元春、元長節と共に参加。天正八年には反旗を翻した、宝器派衣岩騎手、南城元継を攻め、所領を与えられている。天正十年の備中高松城の戦いにも、元春に従軍、同年に、父から家督を譲られる。 主君の毛利輝元が、豊臣秀吉に侵入すると、主従ともに秀吉の天下統一戦に従い、天正十三年の四国攻めに参戦して、伊予高尾城攻めで奮戦、天正十四年の九州勢抜にも参加して、武前ウルズ城攻撃で功績を挙げた。慶長元年、豊臣政を下支された。天正十八年の小田原勢抜にも毛利水軍を、率いて、三沢ため虎。 熊谷玄直、吉見広史ライラと共に、伊豆下田城を落とした。文禄の役は、吉川広家に従って出陣、北旗帝官の戦いでもその武略を発揮し、民の軍勢を撃退している。慶長の役でも都会して、朝鮮に渡り、ウルサン城の戦いにおいても、広家と共に敵を撃退している。妻の松田のつぼねは、毛利テル元から、岩見国民の軍で百七十国。 さらに、岩見国長郡庁案で五十国の治療を与えられている。慶長三年に、秀吉が死去すると、次の天下人と予想される、徳川家康への接近を広家と熊谷玄直、獅子戸元継ぐと共に図る。しかし、慶長五年の関ヶ原の戦いでは照元は西軍に、味方し、元幸も西軍として、広家に従い富田信鷹の伊勢や農お都城を、 攻略するが、9月15日の関ヶ原の本戦では、戦闘に参加しなかった。戦後、照元は、諏王、長戸の二カ国に原報され、増田氏の領地であった、岩見も没収されることとなった。徳川家康は、元幸の行政手腕を高く評価しており、大久保長安を通じて、本領の安土と、徳川家臣としての徴用を条件とし勧誘されたが、拒絶。 新たな所領となった長戸阿部軍須祭と移住、北の岩見口の守りを担当、福原博都氏と共に、長州藩の政治を任された。慶長6年に、毛利氏領国だった便を、秋に入部した福島正則が、毛利氏が慶長5年に徴収した、疎前の弁償を要求、元幸は、福原博都氏と共に解決に尽力し、慶長7年までに完済した。 慶長九年の萩城の築城を担当、翌年の江戸幕府からの江戸城武進に選ばれている。しかし、萩城の工事で、熊谷玄直、天野元信と異境を起こし、玄直らが処刑される騒動に発展した。また、父の代から、吉見氏と争っていた領地を照元に与えられたが、憤慨した、吉見広長が、慶長九年に出奔している。玄奈六年。 孫の元行に家督を譲って隠居したが、元羅9年に、照元から反省を委託され、毛利秀元、清水影寺と共に、財政再建に取り組んだ。毛利氏の主要中支線の大半に参加して、武功を挙げた、元幸であったが、武勇だけではなく、行政手腕に非常に優れた武将であった。巣を、長門の二カ国に現放され、財政が極度に悪化した毛利氏は、 慶長12年に検知を行ったが、内容は収入の73%を徴収するという、公税をかけているため、慶長13年に山城慶長一期が発生、重税に苦しむ農民の逃亡と畑の荒廃をもたらした。元将秀でもらは、官営2年に検知を再実施、税率を50%に引き下げて、農民の負担軽減を図った。収入は、 慶長12年の頃より減少したが、この県地で打ち出した国高が、徴収藩の基盤となった。同時に、家臣団の大幅な所領解体も行われ、藩主家の直轄量が収入校の土地を中心に増加、藩主の権力伸長にもつながった。また、官営5年に一揆が起こった山城地方を調査、官営8年に構想を紙に変更して紙を徴収する受け紙制を実施した。 紙は大阪で売却され大きな利益を上げた。農民保護と田畑復興政策も実行、借金の利息を減らし、逃亡した農民の呼び戻しや、新田開発にも取り組み財政再建に全力を尽くした。結果、寛永9年に、長州藩の負債を返却、余剰金及び米の備蓄も可能になり、長州藩の財政基盤を固めることに成功した。同年に、 反省から引退、寛永17年9月22日に死去。去年83。法名は、東林院殿前、高路前小国大古寺。墓所は、山口県阿武郡笠松山の笠松神社。元幸の功績から、子孫は、毛利氏の英体画廊として、江戸時代を通じて活躍することとなった。金門の変の責任者として切腹した。 増田親世は著名である。財政上の記録を記した、牛庵覚オボエが残されている。大正5年、聖五位を追造された。ありがとうございます。